女優の杉田香織、53が16日、日本テレビ系、ミヤネ屋に電話で出演し、6日に死去した母、ミネコさんについて、これから一生かけて研究したいくらい大きな母でしたと語った。ミネコさんは慢性閉塞性肺疾患で、在宅介護を受けていたが、昨年末、介護施設に移っていた。子役時代から長く芸能界で活躍してきた杉田だが、最後の介護の4年半で自分が母を支える立場になった時に初めて、支えてもらっていたんだって気づきましたと、介護を機にミネコさんの存在の大きさを理解したと説明。介護は辛かったんですけど、母といる時間が長くできたんで嬉しかったと振り返る一方、慢性病なので辛かったと、母の苦しみを目の当たりにする心情も打ち明けた。